や勉強の悩みに民放ラジオを通して回答する。バラエティ番組の中では恋愛や人間関係の相談にも応える。大学受験予備校、総経外語ゼミ、経営企画部長、小学校中学校受験、c s 四つや大塚、半代表、1998年から2006年、サポート校、JPAGM、などの講演会をプロデュース。 日本放送対番組、目からうるこ。212003年9月29日から2004年3月25日、毎週水曜、21時から21時50分中高受験生向け、ラジオ番組担任、有田鉄平で、センター試験、大学受験、高校受験、中学受験、小学校受験から通信制高校やサポート校の、うんちくまで進路全般を、 解説講師として出題した。生徒役では、森美中、美少女クラブ21ドリーム、ベリーズ工房、星七瀬、堀越のり、堀北希、スイーツ、ビジー、イエロージェネレーションなどが出演。大学受験知識が全くないタレント相手に、マークシートから国立大学後期受験の説明までこなしていた。崎山淳一郎が試験のうんちくを話しているときに、 有田鉄平が脱線させるのが基本パターン。うんちくブームの中で上田信也が注目されていた中、崎山淳一郎は有田鉄平の絡みの才能を番組内で評価していた。センター試験の落とし穴の情報に対するメールファックスが多く紹介されていた。東京 MX テレビの生放送公開番組ゼベックオンライン17時18時ではリードに 漢字のうんちくを出題する先生で、レギュラー出演。漢字の筆順に歩みをリードが回答した。その日の優勝者にはメダルを、最も成績の悪かった人には、罰ゲームがあった。サテライトスタジオからの生放送のため、数百人の女子高生が、サラリーマンの町、有楽町に毎週水曜日に集結して、整理券を手に入れるために長い列を作ったことも、話題になった。 東京新聞で東京都町田市を西東京最大の予備校都市と位置づけ紹介。ありがとうございます。